私の声は聞こえていますでしょうか。皆さん、こんむしゃでございます。来てくれてありがとう。あ、くんいち、こんむしゃ、来てくれてありがとうございます。今日はサイドストーリーを進めていきたいのですが、撮れるかな。あ、カイトさん来てくれてありがとう。こんばんはです。こんむしゃ、こんむしゃ。オオカミさん来てくれてありがとう。こんむしゃ、こんむしゃ、今日も来てくれてありがとうだよ。こんむしゃ聞こえてます。あ、きいちゃんさんも来てくれてありがとう。できるかな、サイドストーリーをね、ちょっとやってみようかな。サイドストーリーにまで手を出してみようかなって思ってるんですが、ね、ちょっと進めていきたいですね。なんかね、なんだっけ、煉獄ラバちゃんみたいな感じの子がね、あのゲットすることができるんですよ。アークナイツ、誰の声かわからん、まだこれ誰の声かわかるようになったらやばい。ドクター、よし、緊急招集票ももらえた。やったぜ。今日はなんかこれがもらえるんか。やったぜ。さてと、もったいないんで、なんか変えとこうかな。変えれんもさすがに。おむしゃ、ヤマさんだろ。ヤマさん分かりやすいもんね、声的にね。ここにも花を植えましょうか。基地を見たくなる。基地を見たくなるけど、基地はちょっと後でやるか。あ、きのこさんだ。こんむしゃ、こんむしゃ、来てくれてありがとう。サイドストーリーをね、進めていきたくて、進めれるかわかんないけど、ちょっと頑張っていきたいんで、よければ皆さん見守っていてください。なんか武者ってね、なんか配信始まるときちょっとね、なんか恥ずかしくて、ちょっとね、慣れるまで時間かかるんで、ね、慣れだしたらちょっと喋るようになるんで、最初はちょっと人見知りが出ますね。どれだ？サイドだから、サイドストーリーってどっから行けばいいの？サイドストーリーはどこから行けばいいの？どこから行くんだったっけ、サイドストーリーって。端末は合ってる。端末でサイドストーリーあったっけ？あ、なんかこういうやつか。これか、これやわ、これこれ。右から2か3。ありがとうございます、教えてくれて。俺のこれ、これ、これ、これがやりたい。この子が欲しい、この。ラバちゃん。ラバちゃんが欲しいんすわ、私、これ。でもなんか難しいかもしれないけど。それやね、ちょっと頑張っていこう。音楽もなんか変わった感じで。勇気ね。門を叩いて足を踏み入れれば人の世から忽然と失せるシナリオ。難しそう、難しそうね。光あるところに闇あり。その言葉が示す通り、古来より正義の力が強まれば悪も力を増し、それは天災や人災の形で常に全ての生命を苦しめてきました。ガチュー、これガチュー人って読むのかな。絵の中の人ってことか。あー、どういう意味なんだろうね、これね。トイレ詰まった。こんばんは。こんばんはの前にそんな報告が大丈夫でしたか？左下のやつでラバがいつゲットかわかります。左下？そうなのか。ちょっとまた見てみるね。しかし人の力は必ずそれらに打ち勝つことができるのです。邪道は正道には勝てないのですから。勇敢な競技の死は
各地を放浪する中で人が危険にさらされていればこれを助けます。処理を見れば幾人もの抜きんでた儒学者たちが世を思っております。あ、ハロッチさんだ、来てくれてありがとう。こむしゃこむしゃ。今ね、サイドストーリー、アークナイツのサイドストーリーを進めているとこです、ね、シナリオ読んでる。あ、まさに美食美酒美形美人美徳美談かな。古来より英雄たちは皆高名正大な義の心を宿しているのです。誰この人、私のおじコレクションに入れないといけない。いや、全く恩人であるお二方は天部の才と正しい気風にあふれ、その上軽有な、何言っとんかわからん持っておられる。もしやどこぞの崇高な忍者でありましょうか。う、天が私を憐れみ、死するには早いと命を助けたに違いない。あの凶悪な畜生どもを思い出すと怒りでどうにかなりそうだ。偶然巣穴に迷い込んだだけなのに、あ、入浴痕の目に。おじこれおじこれ、来ましたか、おじさんがざわつき出した。豚ちゃんたちがざわつき出したぞ。ポムシャでござる。あ、デブちゃんさん来てくれてありがとう。今アークナイツのさ、サイドストーリーを進めていって、煉獄、え、なんだっけ、煉獄ラバちゃんっていう子が欲しくてね、その子ちょっとゲットしたいがためのサイドストーリーでございます。よければ見てってください。お二方のおかげで無事ラを逃れました。いわく感謝の気持ちは行動で示すべし、よろしければ恩返しに一つ占わせていただきたいのですが、いかがでしょうか。私は大吉しか信じない女ですからね。あ、この子が欲しいの私は。はあ、直接その占い雑誌を見せてくれやいい、暇つぶしにはなるだろうから。おお、あは、ラバ嬢も人が悪いですね。人を叩けと顔は潰さず、相手のメンツを立てるべしというでは。担当直入に行ってくれ。まあ、さすがはラバ嬢、素晴らしい。何がこれ、水星の水っていう字だよね。お水眼をお持ちで、つまり俗に言う乗りかかった船というやつでして、この哀れな私めに引き続きご助力いただきたく、実は荷物をすべてなくしてしまったのです蛍光色やロギンだけではなく、地図やテント、証明書、着替えの他にお気に入りの急須まで、はい、物の見事に全部です。あ、タッカマさん来てくれてありがとう。こめしゃこめしゃ。軽眼、水眼じゃないのか、軽眼って読むんだね。ありがとう、教えてくれて。だって車ごと湖に沈んじゃったんですからね。あは、釣り竿と戦争はあるじゃないかって、お前がトランスポーターという話は本当なのか。あ、さ、実はそれに関してはやんごとなき事情があるのですが、ごまかすこともできなさそうですし、どうかひとまずはそう思っていただければと。あの、は、うっかりおじんうっかりおじんも、あの、おじこれに入れないといけないわ。うんで、私たちと一緒に来たいってか、その通りです。はぁ、あ。うん、ご迷惑をおかけして非常に申し訳ないと思っています。お二方に所用が終わりだということも重々承知しておりますが。あと300クーリー先に、デイオウチョウという町があります。美しい。玉石の産出地です。そこの宿場で茶でも飲んで、一息つけば、私も、体勢を立て直せます。そしたらもうご迷惑はかけませんから。ふむ、かわいい系おじさま。そうだね。ちょっと茶目気がある感じのおじさまだね。しばらくついているだけなら別に構わないが、今はあの、感じゅうなのこれ。気が立っていて、凶暴になっている。一緒に行くにしても、あいつらが落ち着いてからだ。あ、ありがとうございます。それにしてももう一人のおじん、クルース城のお戻りが遅いようですね。クルース城ってあれだよね。なんだっけ、あの、私がよくモノマネしてる子でしょ。サイドストーリーとかギミック系があるので頑張ってください。あの、助けてって言ったらみんなちょっと教えてください。周りには結構な数の野獣がおりまして、私めが彼女のもとになぜ感じましょうか。お前に人を助けられる実力があれば、そもそもなんとか中に追われていないだろう。正しくここで待ってろ。しかし、お二方には危険から救っていただいたという大恩があります。その恩人の一人が危険にさらされているなんて、耐えられませんね。ここだよの子か。ここに取り出したるは、一冊のボディービル、いや、武の神髄を記した秘伝書なり、読めばたちまち強靭な肉体が手に入るとされ、その価値は計り知れず、これをお礼に差し上げましょう。いいから少し落ち着いたらどうだ。余裕にございます。
ああ、もうそんな下山三面するような目で私を見るな。言いたいことがあるならはっきり聞いてくれ。ホンムシャガチュンガチュンチュ、これガチュンチュって読むの？これガチュンチュって読むの？ヨセフさん教えてくれてありがとう。頑張る。あの皆さんなんかムシャがあのクリアできなさそうだったら教えてください。なんかやり方はい、あの二人は見たところあのこの辺りの住民ではなさそうですか。ああ、遠国の方ですらないのでは。そうだ、どちらからいらっしゃったんです？極東ウルサス、まさかさらに遠方から来た大地を旅するキス様では。異邦人にはそのような奇怪な伝統があるとか、それは本当ですか？バチュンチュバチュンチュって読むんだね。違う、私は、はぁ、強いて言うなら私はビクトリア人だ。おぉ、ビクトリアとな。AFM、なるほど、あのビクトリアですね。よく知っていましたもん。どう見ても知らないやつの反応なんだが。あは、異国のことに興味があるのは、都会のお偉方くらいのものです。私たちのような田舎者には、変わりのないことですからね。バチュンチュ？シュマンチュみたいな。ねえ、沖縄感を感じる。バチュンチュ。バチュンチュ。ただ、遠路はるばるいらっしゃったにしては、悠長に遠国の言葉を話されるので不思議に思ったんです。遠国の言葉は付け焼き場なんだが。まあいいか。ロバすごいね。喋れるの。お、クルースが戻ってきたぞ。お、クルース長。いや、クルース殿。よくぞ、ご無事で。お疲れでございましょう。気がございませんか？肩をおもみしましょうか？それともおみやしを？ここに万病に効くと言われる先祖代々の霊薬があります。本当は非常に高価な品ですが、恩人様のためにお目切って差し上げましょう。荷物は全てなくなったんじゃなかったのか。本当だ。あ、これは世間を渡り歩くに欠かさぬ良薬ですから。内ポケットに入れて身につけているんです。私たちのように旅慣れた人間はみんなそうしていますよ。分かった分かった、何でもいいよ。クルース、状況はどうだ？この怪獣たちみんなただのかわいそうな子たちだったよ。新しいお家を見つけてあげたらみんなおとなしくなったからね。それでもう進んで大丈夫だよね。あの茂みを抜けて川沿いに下れば目的の山が見えてくるはずだよ。なぜあんな、これ何獣って読むんだろう。怪獣で合ってるのかな適当に読んでるんだけど。新しい家などとにかく解決したんならそれでいいだろう。先を急ごう。とりあえずこのかわいそうな自称トランスポーターがレイ王朝ってところまで一緒に行きたいそうだ。問題ないだろ。いいよ、今回はラバちゃんが隊長だからね。全部ラバちゃんが決めていいんだよ。いやはや、お見それしました。隊長さんでしたか。シッケー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 、一緒になって茶化すな。そういえばお前の名前は聞いてなかったね。私ですか。一回のトランスポーターに7度も必要ないでしょう。ははあ、あ、私ね、いつも思うんだ。あのさ、いつも思うんだ。長いってね。でもね、飛ばしたら分からんくなるからちょっと読みたいの。ですが、恩人様方をはぐらかし続けるのも礼儀に戻るというもの、ふぶ、私のことはそうですね。ウユーと呼んでください。このおじ様の名前はウユーというそうですよ、皆さん。おい、今考えた名前だろ。いえ、どうしてそんな武士好きなことができましょうか。帝王朝って海星山のふもとなんだよね。確かに飛ばしたら展開わからんからウユ王子。そう、いやね、そう、多分私一人だったら飛ばしてるんだよでもやっぱせっかくだからね、読みながら行ったよもんね。いかにもいかにも、さすが恩人様、博識にいらっしゃる。あんな小さな町のことまでお聞き及びとは。じゃあ私たちの行き先と同じ方角だよ。そしたらウユーさん、町まで私たちが守ってあげたら、その後私たちお手伝いもしてくれる？ええ、お手伝いいたしますとも、湖に沈んでしまった車を救援隊に引き上げてもらうまで、特にやることもありませんから。え、湖に車が沈むことなんてある？なかなかないよね。こんむしゃ、ピンポンダッシュばかりでごめんね。あ、タコドラさん来てくれてありがとう。こんむしゃ、こんむしゃだよ。今日はサイドストーリーをね、進めている感じだよ。来てくれてありがとう。いやく、受けた恩は全身全霊を持って返すべし。こんなにも早く恩人様方へ恩返しができる機会が来ようとは。これは神のおもしめしに違いない。その泣き系とわざとらしい演技、まるで減給処分になった人みたいに必死だね。よし、隊長さんどうするか決めた？結局私もかせかよ。恩人様、恩人様よ、どうか私にチャンスを。
うん、まあ確かに地元の人間がいれば便利っちゃ便利だな。私も遠国の地理には疎いし、ニェンのやつがよこした情報も曖昧だから人探しには苦労しそうだしな。あ、クロージャーはなんでまたニェンのやつが持ち込んだこんな面具島ごとにゴーサインを出したんだ。あの人最近珍しくやる気だからね。みんな寝てない、ちゃんと話聞いてくれてる。むしゃちゃんチェックが入るよ。あいつは麻雀と火鍋を食う以外何もやってないだろ。まあまあそう言わないで、ラバちゃんがそんな風に思ってるだなんて知ったら兄さんが悲しんじゃうよ。ちなみに現実世界でそのトレーラーの事故を起こしたら国土交通大臣が大目玉まあもらえます。どういうこと、トレーラーの事故、ブヒー、起きてるね起きてるね。もうちょっとしたら多分戦いに行くと思うから、戦いがなかなか難しいみたいでさ、あいつもこういう扱いには慣れっこだ。いつも迷惑かけられっぱなしだから、こっちも行ってやらないと。あ、ブタちゃんいるね。はいはい。ブタちゃんチェック。もう寝てもいいんだけどさ、やっぱ寂しいからさ。悪い、先に情報共有をしておくべきだったな。ウユだったな。いえ、恩人様のお話は必ず全て心に刻み、毎日朝と夜に3回唱えて、そこまでしなくていい。私たちの任務は単純だ。とある人物を探している。アブタシャンが続々と出てきているわ。炙り出されてるわ。1ヶ月前、ロゼス本館。またなんか可愛い子が出てきた。あのさ、可愛い子多いよね、アクナチってね。つうことで、お前らに妹を連れてきてもらいてんだ。何がつうことでよ。まだ何も聞いてないぞ。何言ってた、もう説明しただろ。仮説に会うことに陪審を思うって何の説明にもなってないだろ。それ以上の理由が必要か。姉が妹を恋しく思うのは当然だろ。その気持ちがわからねえってんならお前の姉ちゃんにでも聞いてみるか。余計にやる気がなくなるからやめろ。まあ話は分かった。だけどな、お前の家族にどんな事情があろうと、ロゼスの現在地から遠国中心部に向かうとなると相当な人員と物資が必要になる。そんな私的な頼み事にクロージャーは軽々しく同意しないだろ。確かにゴリバッチョ女子はいない。いやね、ちょっと見たいけどゴリバッチョ女子。あ、あいつならいいってよ。なんか結構さ、結構さ、なんか男性陣はゴリマッチョ的な人いるけどいないもんね。お前に同行させてやるとさ、本人も承諾してるって話だ。クリスもきっと遠国の大自然を楽しみにしてるぜ。最近あいつも薄汚くて嫌な場所での任務ばかりだったし、たまには休みも必要だろ。一体どうやってクロージャーを説得したんだ。おいおい、詐欺師を見るようなのにみんなよ。今回はマジでロドスのためにね、全力を尽くしてやったから、その見返りだよ。あ、またエンジニア部に余計な手出しをしたのか。もし奴らに貴重な実験材料をやったことが余計だって言うならその通りだけどな。ああいうのお前ら人類の間じゃ貴重なんだろう。うまくいきゃ今後ロドスは国一番の精鋭部隊が使うような正式装備を手に入れることができるぜ。うまくいけたからな。お前今度は何を生み出したんだよ。ゴリラ性能の女性キャラいますよ。マジで見てみたい。何そのキャラ。ハーフを得意とする子はいるけど、確かにムッキムッキって感じじゃないね。ほー、でもゴリラ性能の女性キャラちょっと気になる。まあ単なる思いつきだ。細かいことは聞くな。そんなことより何年も会ってない可愛い妹の名前は C だ。字で書くなら夕暮れの夕の字な。会えば一目でわかるから名前だけ知ってりゃ十分だ。よろしくな。妹ちゃんに会いたかったんだね。なんで自分で行かないんだよ。こんなに長年避けられてんだ。わざわざ恥をかきに行く必要もないだろ。ねんさんの妹さん可愛いだろうな、多分ね。今の中堅ガチャのサリアはやばい。何それ、ちょっと後で見てみようガチャ。私にはお前が楽しようとしてるだけに見えるんだが。おいおい、クロージャも同意したんだら分かったよ。終わったら私への礼を忘れるなよ。それでこそ私の可愛いラバだ。わざわざお前の意思を改造してやった甲斐があったってもんだ。あ、だからなんかちょっと目をさ隠してるみたいな衣装だったの。もういい、その話はやめろ。なんでだよ、喜んでたじゃねえか。まさかお前がエンシェントフォージーの舞台衣装なんかを気に入るなんて。エンシェントフォージーってなんだ、なんか話がつながってんのかな。
バカ言うな。お前があの服を着て鏡の前で一日中いろんなポーズを決めてたのを見たんだけどな。え、かわいい。ローブちゃん、二度と勝手に宿舎に入るな。次は本当につまみ出すぞ。みたいな衣装なんだ。かわいすぎでしょ。なんかこういうツンツンしてる子が実はなんかかわいいことをしているとかわいい。イベントでヤマさんですら勝てない相手に普通に筋肉で勝ってます。ヤマ本当ヤマさんより強いの。分かった分かった。だけど長いこと戦闘服として着てるのは事実だろ。まだ空間を切り裂くアーツは使えないみたいだけどな。それはお前がシナリオを書き換えて後付けした設定だろ。そうだっけ。まあでも私がロディスに来てからお前も随分成長したろ。しかも最近お前にアーツを教えてるのは普通のやつじゃねえしな。とにかく後のことはお前とクルースに任せたからな。それと一応言っとくけど、あいつは C は相当気難しいやつでめちゃくちゃめんどくせえんだ。一つ寛大な心で接してやってくれ。その代わり今後麻雀で必ずお前が勝つようにしてやるから。取引が麻雀で勝つこと。え、 C ちゃんに会いに行くのね今からね。なるほど。あ、ねん、お前何か隠してるな。だけど隠してるとしたら聞かれて答えると思うか。ふざけやがって。だが私にもねほりはほり聞くやつもりはない。お前が私たちと違うってことはよく分かってるからな。当たり前だろ、私の他にこんなすげえやつがどこにいるんだ。そんで、つまりだ、私はこれが面倒な案件だと分かった上であえてお前を手伝ってやろうんだ。この恩義は手抜きのもので返してもらって困る。ああ、ラバが交渉ことを持ちかけると驚いた。いやいや大したもんだ。よし、いいだろう。アホさん来てくれてありがとう。こんにちは、こんにちは。今日はね、なんとかなんとかなんとかってなんだっけ、なんだっけ、なんだっけ、シマンチュみたいなやつやってる。シマンチュだけが頭に残っちゃった。もしシーを連れて帰ってきたら、ガチュンチュ、ガチュンチュ、ガチュンチュやってる。お前の望みを一つ叶えてやるよ。なんでもいいぞ。例えば、とんでもねえ兵器を。あ、兵器作ってくれるの？今武器のアイデアが6つあってな、あと1つ浮かべば7つになるんだよ。どれを使っても間違いなく師匠に名を残すことになるぜ。そんな大げさな。実物を見たらハッタリじゃねえってわかるぜ。もしくはお前が昔の物語を知りたきゃ話してやってもいいぞ。本当はあまり人間に教えるべきじゃないかも。しいや、いい。はあ、最近ノリ悪いよ。もう私にはうんざりとかよくないぞ、そういうのは。そうだ、これを持ってけ。もうなんだこれは。ウユウジはどこですか。ウユウジのターンはちょっと後で多分出てくると思う。ちょっと待ってて。オフみたいなもんだと思ったけど、相手はあの C だからな。おう、なんと長年離れ離れになっているお仲間の妹君を探しに遠路はるばるこちらまで来られたのですね。さすが義教心に熱い恩人様方、感服です。誠に感服いたしました。もうだいぶ歩いたけどまだ着かないの。いや、もうはいなんとか山は見えてるが、そろそろ日も暮れてきた。どうしたもんか。私は急ぎません。急いでおりませんや。恩人様にお任せします。ガチュンチュガチュンチュガチュンチュ。ねえ、はあいつは、うん、なんて読むのこれ。なんとか場外のハイサイ山付近にいるとしか言わなかったんだが、おい、この近くに他の集落あるか。いいえ、周囲千里を見渡してもあるのはデイ王朝だけです。山の中で働きもせず引きこもっているのかもね。あのニエンさんの妹だからね。お前はニエンをどう思ってるんだ。辛辣なことを言うじゃないか。しかしこれ以上手がかりはない。お前の出番だ。任せてください。ここは私の庭ですから。あれ、そんな目で見ないでくださいよ。本当に詳しいんですって。小さい頃は用があろうとなかろうといつもこの辺りを吹き回していましたから。はい、ちょっとお茶を飲ませてください。もう疲れた。何か当てでもあるのかな。てめえ、なんて読むんだろう。周辺の町で人を探したければ茶館へ行って叫べばいいんですよ。さすれば何か知っている人も知らない人もみんな寄ってきますから。暗黒ほどお時間をいただけますでしょうか。さすればきっちりと探し出して差し上げます。あ、お探しの方の特徴は何という名前で何をされている方なんでしょうか。名前は C だ。画家をやっている。だからガチュンチュ。妹さん、画家さんなんだって。
おじいさま、おじいさま、あれです。あ、疲れた。この山、外から見るより随分と高いな。しかしまさか本当に山にいるとは。なるほど。予想的中、うん、このような水道も電気もない山深き場所にお住まいよ、御師様。ご友人の妹君はなかなか風雅であられるな。お茶負けウィルさんは、国近殿に似てる気がする。国近？国近実はこんな感じなの？正直言って嫌な予感がし始めている。でもこの景色は本当最高だよ。もし画家ならこんなとこに住んでても不思議じゃないよ。あれ？ラバちゃん何探してるの？2円にもらった小札。今思ったんだが、あいつは何か狙いがあったり、あれを渡したのかもしれない。まあ、十中八九ろくな狙いじゃないだろうけど。いや、そんなのさっさと捨てちゃえば？クルイス、ほんと、お前が一番あいつに不満が溜まってるじゃないのか。お兄様、先に私が中に入り、ご在宅か否か、そして人違いじゃないかを確認していきましょうか。いや、大丈夫だ。別に尻込みしているわけじゃない。あいつの妹に会うなら慎重に準備をすべきだろうと思っただけだ。行こう。はあ、バトルがしてごめんください。誰かいますか？ごめんください。散歩に行ったとか。山に？だけど見てください。門は雨水で汚れて落ち葉は積もりっぱなしです。人が住んでいる様子はありません。もう一度扉を叩いてみますか？長い。バトルがして。あ、すいません。誰かいませんか？交互。あ、ありがとう。教えてくれて。ありがとう。あ、見て。純正原石もらえた。めっちゃ嬉しいんだけど。来ましたよ。やっと来ましたよ。リンさん使わせてもらおうかな。アオさんのリンさん使わせて。あ、っていうかどんな感じなんだろう、ここ。地図見ないと。私がここでしょ。ゴールがここだから。敵はまだわからんのか。左下にラバが見れる。左下ってどこ？おお、やっと。山さんが見れる。お、左下にいる。どこだろう。ここら辺ですでにテスト文字数インフレが極まってきますね。何それ、テスト文字数って。左下にラバが見れるって言ってた。1個前。あ、これの1個前の左下。あ、本当だ。これで 12個これが溜まったらもらえるってことだよね、ラバちゃん。ありがとう、教えてくれて。よし、じゃあちょっとやってこうぜ。12個集めればゲットです。ちょっと12個頑張って集めていこうぜ。いけるか、今日中にいけるかわかんない。では参る。では前回の続きからです。その足の悪い書生は打ちのめされて帰郷し、それ以来死も果たさずにうつうつとしていました。おい、王子、これ王子、これ王子、これ出てきたよ。志とは何だ。絵を描くことです。絵だって。書生が旧友をなくし意気昇進して筆を置き、14年再び彼の心が動きました。そして書生は全身全霊を尽くして悩み抜いた末、一生ものの力作を完成させようと腹を決めたのです。来ましたか、王子、これ王子、これ新しい王子が。何を書く、まだ誰も見たことのないものを。いかにして書く、まだ誰も思いついたことない方法で。え、これ、この子妹ちゃんじゃないよねまさか。さて、面白いことになってまいりました。皆さんもご存知でしょう。人間の想像力は自らの経験にとらわれています。誰も知らない、ことものを描くとなると、他人を騙すのは簡単だが自分を騙すのは難しい。
この大地のところに自分が見たこともないものを思いつく、そんな能力を持った人物がおりましょうか。女性は握手を前にして遠く余り悩み抜き、その間にひっそりと椅子こけてしまいました。もともと足を引きずっていたのに加え、その風貌も恐ろしいものになってきました。寒い冬が訪れて、女性の家の食料はとうとう尽きてしまいました。しかし隣近所は彼の見た目を怖がり、誰も近づこうとしません。みんなちょっと聞いてほしいんだけどさ、むしゃちゃんさ、配信始めて30分ぐらい経ってるんだけど、まださバトルしてねえんだもう30分になろうとしてるんだけどさある日、書生は何度か意識の混濁を繰り返し揺れました。すると手足に力が入らない。ところが頭は非常にはっきりしていることに気づきます。彼は悟ります。もはやこれまでと。そして辺りを見回します。石品を洗うがごとき、家の中をぼんやり見ていると、周りに何もなく本当に天涯孤独になってしまったと感じるのがあります。武者がさ、これなゲームというよりさ、最近思うんだけど朗読会してるよねこれそして次第に目が見えなくなり、耳も聞こえなくなりました。見えない目をまたたかせながら、彼は本当に沈みます。絵の案も無惨し、筆も蝉も紙も硯も全部あっという間に煙と消えました。しばらくして彼は唐突に外の牡丹雪の数を知り、月の角度と雲の真理を知りました。ガチュンチュのトータル文字数6万字なので小説みたいなもんですでもね、私最近気づいたんだって、ゲームって結構なんか物語を重視してるのが好きなんだなって。だからなんかノベル系のねゲームが好きなのかなって最近ちょっと気づき始めた。彼は暗闇を手で探ると足を滑らせます。しかしその先に地面はなく、血に落ちながら空に飛んでいきました。何も見えず何も聞こえない、そんな暗闇の中で彼は突然狂気しました。この外界から一切の干渉を受けない境地で、既存のものの模倣や冒涜ではない真の創作を探し当てたようでした。女性は時を待ち、枯れ果てた肉体の感覚すらなくなった時、ようやく思考を始めました。万物が存在せず、自身の意識のみが明瞭なその場所で、彼は短いながらも自身の精神の主となったのです。女性の想像力は何にもとらわれなくなり、存在していない事物を想像しました。なるほど。彼の思考の辺境で、さまざまな機械の物事がそそり立ち、現実を覆い尽くしました。その日の深夜、川へ起きた老婦は、隣のボロ屋から光が溢れ出すのを見ました。風変わりで色とりどりの光が奇妙な音を上げている。冥福しがたい光景に老婦は意を決し、壁の隙間から覗き見ます。しかし老婦はわずかに中を見合ったのを見て直視することはできませんでした。それから老婦はそそくたさっと部屋へ戻りましたが、やはり気になって長い間寝つけなかったそうであります。ウシちゃんの顎が疲れる前にバトルパートになった。あのさ、バトルパートになる前になんか、ね、なんか疲れてさ、脳がちょっとお腹空いてきた。まだみんな助けて。翌朝、老婦から話を聞いた近隣住民たちがボルヤに訪れますと、出生はすでに死んでたんだって。遺体の前には、霜をかぶった白紙が広げられていましたが、そこには何も書かれていませんでした。みんなは思いました。女性は過去にとらわれて髪の前で凍死したのだ。またこんな噂も立ちました。女性は随分前から奇病にかかっており、自身の術を制御できずにこのような気候に及んだのだと。唯一真相を覗き見た老婦はそれを生涯他人に言いませんでした。ですが死の直前、自分の息子にあの足の悪いラスラ忘れた書生こそ真の歴史的大化があったと告げたそうでございます。アークナイツのストーリー難しいのが多すぎる。武者ちゃんにさ、分かりやすく説明してくれないから本当にすっごい分かりやすく誰か説明してほしいわ感覚で読んでるよね。あ、うん、まあなんとなくこういう感じかなみたいなさ。この家、中国の物語の雰囲気強くて大好き。ほんと、確かにね、確かに中国っぽいわ。いや、どうしてだ
それは書生があの晩志を果たし、誰も見たことないものを描き切ってからです。お、みんな、おじこれ、おじこれか、また増えてますよ。なんだ、本の内容とは違う気がするのが。実際はローフはそれを言う暇もなかったが、どう説明すればいいかわからないまま息を引き取ったんでしょう。だから港の噂は書生が順風満帆の人生を歩んでいるところから水位の底に沈んだところまでしかないのです。雰囲気でストーリー読むのはありあり、まあまあこういう感じの話かしらみたいなね。来た来た、おじくれおじくれ。二人しか喜んでないかもしれない、おじくれ。個人的に密林の逆路線が好き。あ、密林っていうさ、あの サイドストーリーがあるんですか。逆路線のいいよね。なんか明るい話欲しいよね。あくです、結構暗い話が多いから。真相を知る者はどこにもいないのかもしれません。でもよ、見たことないもんを書くってのは別に難しくないだろ。今から俺が家に戻ってよ、めちゃくちゃに筆を走らせてやれば、あんたらが見たことない絵ができるぜ。おだるねえ、またちょっと見てみますね。あ、そういうことじゃないんですよ。あなたが湖を見たことがなくても、雨上がりの水たまりは見たことがあるでしょ。湖とは大きな水たまりです。つまりあなたは湖を見たことがあるんです。深い。この書生のすごいところはまさにそこなんですよ。じゃああんたの言う通りだったとして、彼は何を描いたんだ。それは分かりません。いい加減そんなややこしい話はやってくれよ。面白くねえよ。いつ他の話をやってくるんだ。なんだろう、私たちの意見をさまとめてくれてるんか。町民さん、あんたもおじこれの一人だ。そう、おじこれの一人。可愛い女の子が出てきた。子供、私は天界の一つ柿が天へ向かい、二つの剣が天を分かつの結末が聞きたいな。ええ、話しましたもん。この世には語り尽くせないほど物語があり、私にはたった100年にも満たない寿命しかありません。もしも全ての物語を求めるなら、それは強欲というものです。あなたたちが望むのであれば、次は違う話をいたしましょう。やったー。いつも通り私の話にお代はいりません。しかし皆様方のお茶代はいただきますよ。本日はどうやらご新規さんたちがいるようです。お三方、私の講談はお楽しみいただきましたでしょうか。今のは実話ですか。え、女子二人黙ってんの。ウユさんが気を利かせてちょっと答えてくれた。とある書生が実は高山病に感染していて、志を果たせずに投げ込んで死んでしまった。そういう物語ならば間違いなく実際どこかで起きていたことでしょう。そういった話におひれがつけて、より面白い話として広められたのでしょうね。ああ、なるほど、そういうことね。なるほど、説得力のあるお言葉です。ありがとうございます。しかしこれらの忌憚の悩まれが真実なのか私にも分かりません。ただ私はこの類の話に興味がある、それだけなんです。おじさんの間に入るのには勇気がいります。そっか、おじこれしてたから。さすが、茶目おじさん、ウユさん。ね、私は決して真っ当な講談師ではありませんが、この町で長い間講談活動をしてきました。しかし私の口から出まかせを聞きたがる人は数えるほどです。みんな聞いてもう40分になるわ。ですが、お三方には、お初にお目にかかります。なんとお呼びすればよろしいでしょうか。どうした、講談、講談お本めくばせ。あ、そうだそうだ、ご紹介が遅れましたね。実はこちらのお二人は遠方から来た友人なんです。人探しをしているんですよ。ですが、お二方は遠国に詳しくないので、私が友人の友人で道案内をしているんです。こちらこそ、なんとお呼びすればいいでしょうか。私を家を出て長く、有名はとっくにしてました。若い頃は物書きをしており、シャサンコジ、シャサンコジ、シャサンオジ、シャサンオジなんと自称していました。今思えば赤面の至りですが、未だにそんなにしかみついております。なんともゆかしい、いや偶然ですね。私も必要に迫られて故郷を離れ、すべてが右右に帰した身、そのまま右右と名乗っておりまする。だから言ってろ、あいつの名は偽名だって。
ちクルース、何かに気づいたのか。うん、いや別に何も、ただあの人が毎回無理やりこじつけたがるの面白いなって思って。で、私たちは遠い異教を流浪する者同士ですね。ちなみにお三方が探しているのはどなたです？いやく、つまずく石も縁の橋、本当に偶然なのですが、私たちが探している天の講談と同じく画家なんですよ。画家はこの小さな町に画家が住んでいるなどと初耳です。どんな人なんでしょうか？これは恩人様、あなたから話されては。女性です。ああ、多分頭には変わった角が生えてて奇妙なアーツを使う可能性もあって、それからとにかく画家です。情報はそれだけですか？それだけです。どうですか、まるで思い当たりませんね。うん、おかしいな。もしかして恩人様の探している方はもうここを離れてしまったとか。この町にはほとんど客人など来ませんよ。もし皆様がおっしゃるより変わった方であれば印象に残っているはずなんですが、町の人に頼んで聞き込みをしていきましょう。まあ、もらいましょう。いや、それは助かります。お忙しいところ大変お邪魔しました。では私たちはこれで、これであれ？ゆうさん？おい、どうした？あ、私たちはどこから入ってきたんでしたっけ？何言ってるんだ、私たちは。この小道に沿っていけば、庭園から出られますよ。きっとここへ来る途中、人混みに紛れて迷ったんでしょう。この庭園はそこそこの広さですし、もし道に迷ったなら、使用人に声をかけてみてください。いや、お恥ずかしい。どうして覚えてないんでしょうね。もしその画家について何か手がかりを見つけたり、手伝いが必要になったりしたときは、また私をお尋ねください。で、私も用事がありますので、この辺で。どうもありがとうございました、恩人様方。とりあえず我々は失礼しましょうか。よし。おい、待て。さて、次はどこを見に行きましょうか。茶館、宿場、庭園は全て回りました。どこに行けば手がかりがありそうですかね。私たちがここに来てどのくらいだった？41分。突然どうしたんです？大体2、3日ですかね。曖昧だな。あ、昨晩よく眠れなかったのか。頭がぼんやりしてしまって。私も頭がちょっとぼんやりしてきたな。みんな生きてるか？ラバちゃん。あ、この感じはでもはっきりしない。まるでこういう時やっぱり直感で進むに限るよ。でも私の直感は面倒な状況だってつけて出る。うん、なんかの精神系アーツかな。あ、これがアーツなら。恩人様方、何をずっとブツブツ言ってるんですか？早く行かないと日が暮れちゃいますよ。何を言ってるんだ、空はまだ。ふう、来ましたよ。やっとなんか戦い的なの来ましたよ。早くボトルしないと。おいじゃちゃんが大変し。42分だね。私たちなんで今まで空を見なかったのかな。顔を上げればすぐ気づいたのに。おかしいな。ここだよ、恩人様。これはどういう状況でしょう。あそこを見てください。月が出ていますよ。ですが今は真っ昼間のはずですよね。なんで橋の方には明かりまでついているんでしょう。後ろを見てみろ。え、反対方向の地平線だ。あれは太陽じゃないか。あ、そしたらあっちの橋からこっちの橋まで一往復したら昼夜を駆け抜けられるのかな。本当に奇妙だな。年からこの広大な遠国の地ではどんな珍しいことだ。あり得ることは聞いていたが、こんな現象まで見られるよね。待て、ポケットの中に何かある。これは年がくれた古墳。なに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 、ラバちゃんまでが長い。標準にラバちゃん取れるかな。いや、待て、おかしいぞ。何がこんな現象だ。さっき私は何を考えていた。あ、うゆ。え、はいはい、何でしょう。ここは本当に帝王町なのか。それはもちろん、よく見てみたらなんだか少し違うような。けれどこの付近に他の町はありませんよ。やっぱりおかしい、何か変だ。クリウス、私たちはロジスを出て、まずこれ教えてくれたの、さっき教えてくれたの。何だったっけ、教えてくれたんだよ。何だったっけ。まあ、なんとかに極後だったっけ。そこで物資を補給した後、翌日の午前中に町を出た。そうだ。それから、廃山山に行く途中の高原で、1台の車がスクラップになってて、そして王子様方があの畜生どもの手にかからうとしていた私を救ってくださったでしょうね。
私はただあの子たちを新しくお家が作れそうな場所に連れてあげただけだよ。あの子たちも一生懸命生きてるんだから。でから？それから私たちは、うん、それから廃山山に登って一軒の古ぼけたお家を見つけたのも、そして私があの門を開けた。やはりおかしい、一回もバトルをしてないのかしおかしいぞ。どういうことだ。鐘の音をどこからだ。え、ちょ、うちこれおじさん二人いるんだ。顔一緒なんだけど、双子のおじさん出てきたんだけど何、鐘が鳴ったぞ。おい、早く家族みんなに知らせるんだ。急ぎ。どういうことだ。長いことなってなかったのにどうして今日にかけて。おい、おい、何が起こったんだ。双子、双子だったね。あんたらは外の人間か。あの鐘の街の、あの鐘の音はな、西の山から化け物が来る合図だ。化け物は光に近づけない。太陽乗ってる場所にいれば助かる。化け物、どんな化け物なんだい。ああ、もうあんたらと喋ってる暇はねえよ。邪魔しないでくれ。妻も連れてこなきゃならないんだ。おじさんの子いた。お母さん、お母さん、みんないるか、来てない者はいないか、早く確認しろ。お兄様、お兄様、私たちも早く避難しましょう。太陽の出てるところに行けば安全そうだそうですよ。なら私たちも早く。お兄様、ブルース準備できたよ。よし、お兄様、無茶をやめましょうよ。未だに状況がはっきりしないんですから。まずは身を隠して。え、ちょっとどうして突っ込んでいくんです。ああ、もうお兄様、甘かったこと来たら待ってください。私も行きます。よし、もう来そうやな。やっと来た。見て、みんな、45分。今まで、45分もかかったの。みんなの命より大事なものはないよ。安全に気をつけてね。そうだね。加減はしますよ。加減はします。45分かかりました。あ、ここに置ける。この時より、アキラ。ええ、ここに今、まとめてかかってきやがれ。戦ってる時は眠らないんだから。戦ってる時は眠らないんだから。階級の十万物を一元に収むるは、シャシャ楽々の境地にこそあれ。スキップも考えてもいいかもしれませんちょっと考えちゃいますね。医療の準備だ。了解しました。ここでバトルを失敗したらもう一度ストーリーを読むところになるし、うちごくらいですけど早く逃げた方がいいですよ。これ、この子使えるの？あ、クリアしてからもシナリオ。あ、本当ですか？時間内に終わらせたいから。私に巡り戦場に積もる恨みはいつか散らん。いつか散らん。ほうだよ、ほうだよ。指示に従います。それはい。私が怖いですか。なんか音楽いいね。万物を一元に収むるは
シャシャ楽楽の境地にこそあれ。この指の敵の見た目可愛いから好き。確かに。いつもさ、やつより可愛い。倍速した方がいいかな。ちなみに小ヒツムの人形がある。小ヒツムってこの敵敵なの。ヤマさん、ヤマさんずっと縦揺れしてて、これで、また始まろうとしている。感染生物か。感染の痕跡はないみたいだよ。それに生物かだって怪しいね。射抜いたら黒い水たまりになって消えちゃったし。あ、キンちゃんさん、ポチポチありがとう。やっとあの1時間ぐらいかけてクリアできた。アーツの卓意か。そうかもね。アプリちゃんありがとう。このままじゃまずい。数が多すぎる。化け物の発生源を探して手を打たないと。こちらどの方角からも街に入ってきてる。あっ、きのこさんパチパチ、カイトさんパチパチありがとう。暗くなってきたよ、ラブちゃん。分かってきた。まだ追うの。私たちがどうやってここに来たのかな。まだはっきりしてないの。今ここで深入りしすぎるのは危ないと思うよ。あ、カイトさんパチパチで、ブチさんパチパチありがとうだよ。聞いてくれてありがとう。手がかりがつかめるかもしれないけど、そんなに急がなくても。ブチちゃん、お二人方、恩人様方。おい、なんでついてるの。何を教えますか。恩人様を放って私一人逃げられるはずだ。あ、ジョセフさんも聞いてくれてありがとう。あれが何かわかる。私は見たことありません。あまりの恐ろしさに足がガクガク震えております。何か僕の名物とかじゃないよな。ありえません。こんな面妖な奴らがその辺を走り回っていたら、すでに全国通る大ニュースとなっていますよ。フルース、ウィユ聞いてくれ。私はあの古い家の木戸を打ち明けたところまでは覚えている。けどその後何が起こったのか、全く覚えていない。気がついた時にはすでに、あの庭園であいつの話を。確かにそうだったね。これ難しい感じだったのだ。覚えてないのだ。そうだ、あのなんとかおじこれの一人の話を聞いていた。自分がどうやってそこへ来たか全く覚えていない。それにここがどこかもわからない。私もそうだよ。本人様、一つはっきりしていることがございます。僕は低音調ではありません。私たちも全く覚えていない。なんてことだ。こんなに一生懸命1時間をかけて読んだのに。私も帝王朝へ数年訪れておりませんが、ここの人々や風土はいつとか時代に逆行していると言わざるを要せん。ここまで来る途中は電線一本すらありませんでした。となると余計に面倒だ。まるで夢みたいだね。ラバちゃんが考えてることわかるよ。だけど今確かめる方法はないし、お互いを信じるしかないよね。え、おじいさま、私を信じてください。私は絶対に恩を忘れ、気に背くような輩ではありませんから。もっと言えば、そもそも人を惑わすような罪を使う腕前もありません。そういうことじゃない。今置かれている状況を考えていただけだ。何もかも決めやすぎる。やっぱり何かの罠だと思うな。だってすると目の前の光景が本物かどうかも怪しいよね。冷静にいろんな可能性を考えなきゃいけないからね。別にウィユ君を信じてないわけじゃないんだよ。ウィユ君とはまた、おじい様、私は見た目こそ若く、シャリた格好をしておりますが、おそらくあなたよりそこそこ年上ですよ。おじこれに入ってるからね。やはりアーツなのかもしれないな。だが高度すぎる。どっかへ飛ばされたのか、それとも見えるもの全てが原因なのか、確認する方法がないのは悩ましいわね。やはり恩人様方を記載であられる普通の人はこのような状況に出くわしても瞬時にあれこれ想像を巡らせることができませんよ。普通の人はね。ここはどこかわからないが、ここの地理には不可解な点が多すぎるんだ。太陽と月の位置が向かい合って固定されていて、住民やほぼ全てが夜の側に。田畑や市場はその逆側にある。そして住民たちもそれを不思議に思っていない。それにさっきのポケモンなどいち早く情報を集める必要がありそうだ。また鐘が鳴った。こういう鐘の音は遠国と国東でしか聞いたことない。おじい、生きとったんか。悪い。鐘だ、鐘が鳴った。みんな大丈夫だ。もう大丈夫だ。なんでさ、女の子にはすごいさ、あの力入れて描くのにさ、おじさん、モブのおじさんはこんなさ、なんか同じ顔で描くの。こんなに早く、あ、おい、あいつらの気配もしない。それに俺は見たぞ。あの旅人らが化け物たちを追い払ってくれたんだ。うおー、双子おじ、一気に5人くらい並べてほしい。
もうこの街怖いわ。全員同じおじさんがいる。彼らは化け物が怖くないのか。今思ったんだけど、俺たちも勇気を出してあの山へ行って、奴らを根絶やしにすべきなんじゃねえのか。何度も襲われるのはもうこりごりだからな。そんなことを言ってはいけません。あまりみんなを困らせないように。お医者さん気づいちゃった。こいつ悪いやつなんだ、この講談師。絶対そう。100% そう。あ、先生、お戻りで。一星、すぐにあの3名の英雄を探し、話がしたいので、ぜひ私のところへ来てほしいと伝えなさい。前回は何のお構いもできなかったので、きちんとお礼を言わなくてはなりません。黒幕疑惑、絶対そうだよ。なんか悪そうな顔してるし。これ全然違ったらどうしよう。あ、見て、可愛い子出てきた。みんな、可愛い子出てきたから、復活しなさい。やはり、この鐘を鳴らす仕事は、拙者にぴったりでござる。拙者が遠い異国の地でこのように勤勉に働いていることを知れば、住職様もさぞお喜びになるだろう。おう。メショウ？メショウであって。鐘の音を聞いたわ。もう終わったわね。おかみ。おかみだわ。おかみよね、これ。え、おかみか。メショウって何？メショウみたいなもん。おかみから？一世おじ様から、遠方から客人がこの町を守ってくださったと聞いた。嘘を見て、ちょっと疲れてきてるね。ちょっとごめん、スキップしてもいいのかな、これ。いや、ちょっとまあ、あの、流し読みで読もう。ちょっと疲れてきたわ。連中、弱すぎだな。この杖でもう少し暴れたかったぜ。オッケーオッケー。あ、3、今3集まってるから、12まで集まったら、ラバちゃんもらえる。ラバちゃんもらいたいね。ラバちゃんもらいたいがための。オッケー。え？え、これで行くしかないの？あ、そうか。はい。了解しました。また1ステージしかやってない。もう無理だわこれ。これ無理だわ。あれ配置できないけど、チュートリアルか。あれはミラーサー。なんでミラーサーここに。あいつ一人じゃあんなにたくさんの敵を止められないの。落ち着いて敵を見る。黒と白の色が集まる。あれは敵のタイトメイン属性を出した。ねえ、どうしてここに。それから、あの地面をよく見てみろ。あれは、なんとかのインだ。オペレーターを配置すると地面と同じ、はあ、属性を確認できる。夢かどうかなんていうのは重要じゃない。私の言うことをよく覚えておく。ビルは同じ属性の場合、ビーグリーに合わせると攻撃のダメージを減少する。敵味方関わらず、なんていうか、シカサメでも動いてるっていう。これが私の面倒くせえ妹に入ってしまう。待って、お前人の夢の中に入ってきて迷わない。狙って。待って、了解。ちょ、まずい死ぬ。あ、こっちじゃないってこと。同じ色ならダメージが剣。え、こっちはこの人の場合白だろ。黒の黒って白なの。黒の私は一歩も引きません。これまずいぞ、これまずいぞ。ミッションコンプリート。まだ完璧な勝利とは言い切れませんね。
この程度で気を緩めてはいけません。もう一回やりたいんだけど、やってもいいかな、これ。ちょっと、もう一回ちょっとやってみたい。了解しました。了解しました。なるべく同じ色に合わせる感じ。これ白、白だよ、あれ白じゃない、黒だ。あ、はいはい、わかりました。同じ特性の場合、ビーコルに対する敵の攻撃のダメージが減少する。あ、はい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 。あ、じゃあ近くなの。あ、わかりましたわかりました、はい。ここにいたのね。さんのさ、リンさんをずっと使わせてもらっている。チュートリアルは違います。あ、もらえないの。そうなんだね。パロチさんパチパチありがとう。チュートリアルはカウントしないんか。なるほど。赤池さんパチパチありがとう。デブチョウ様ありがとう。遠国のどのあたりにいるのでしょうか。4ステージ頑張りましょう。はい、ちょっとさ、時間内にさ4ステージ行けなさそうだから、ちょっと早送りできますわ。今年はケイソン7年ですね。おお、大晦日か。ケイソン文人様、私もはっきり言って歴史は得意ではありませんが、少なくともここ数百年の間にそのような年号はありません。どっか不思議なところに飛ばされてるんかな。まだまだ長いですよ。1000年前にこんな庭園式建築があったのかな。話は予想しましょう。ちょっとみんなもうバトルが見たい感じだから、英雄の方々よ、あなた方は私たちを助けてくださった、つまり私の大切な客人です。こう、この地の風土や暮らしについて教えていただけませんか。うん、バトルバトル、しょうがないな。しょうがないな。じゃあスキップしますか。行きますか、バトルに。まあけど、落ちキャラでストーリー考えましょう。みんなで考えながらやるか。暴れる準備はできてるな。さっさと片付けようぜ。やばいやばい。まずはここだから。え、白白白でしょ。じゃあここか。加減はしますよ。戦っている時は眠らないんだから。ええ、ここに、こっち向け。安心して背中を預けていいよ。ほー
のための歌、悲しみを紡ぐ歌。指示に従うよ。終わってからでも自動式の横のところで見返せる。あ、本当？そうね、みんなも疲れちゃうからね。むしゃむしゃ疲れてる。階級の上が万物を一元に治むるは、シャシャ楽々の境地にこそあれ。楽々の境地にこそあれ。頼みは何だ。お前の首、この役首捨てにしてやる。かわいい、ピコンちゃんかわいいよ。バリュー転生絵の仕上げ目を余裕でしたね。でもね、オカリスタの方が強かったからね。痛くも痒くもない攻撃でしたね。出てないけど、自分いなかったけど。ハルチさん、バチバチありがとう。ハルチさん、バチバチありがとう。待って、今6だからあと6だね。で、消えんじゃね。あ、ちょっと待って待って、どんなとこだ。地図情報。なるほどね。ハルチさんバチバチ、キノコさんバチバチありがとう。おい、リンさん、あの借りたら借りる、買ってるじゃないの。リンさん借りたら勝てるんじゃない。書いてダメなチャリン。ね、悪いこと覚えちゃった。みんなが一緒なら大丈夫だよ。白でしょ。あ、白だから、白ダメージ加減はしますよ。あ、黒だ、黒。ちょ、待ち、ちょ、ちょ、ちょ、待ち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 。あ、違うやつに置かないといけない。戦のための歌、悲しみを紡ぐ歌。やば、あ、抜けられる、抜けられる。ダメじゃねえか。どこに向かえばよ。まとめてかかってきやがれ。やってしまった。黒だから、黒で、ほらほら、30で潜在全部。私に巡ってきた雪力、砂に沈みて創始未だ報いず。黒だから白だけどダメ。
安心して背中を預けていいよ。だいぶ少ない。あ、シンさん来てくれてありがとう。コムシャコムシャだよ。ねえ、いやこれは本当に素晴らしい。ドクターはきっと僕らを勝利に導いてくれる。はーい。無駄無駄。誰も来ない。これ止められちゃうから。コムちゃんでも白だからな。あんまりダメージ。ここで分からせてやる。私にね、戦場に積もる恨みはいつか知らん。殴る音だけが響いてた。お前ら応急手当の訓練はどうした？ダメだ、ここは3つ取れなかった。これってやっぱ取った方がいいよね。ちゃんとディホンちゃん黒白無視できるだけの性能してますから。本当に？あ、クニチパチパチありがとう。先に進めた方がいいんか、ちゃんと3つ取った方がいいんか、どっちだと思う？あ、ケイちゃんさんパチパチありがとう。ヤマさんが最後ボコボコにしてた。あ、カイテさんもありがとう、パチパチ。もう一回ちょっとこれやっていいかな。3つ取りたいよね。あ、きなこさんパチパチありがとう。よいしょ。この星の数だけ青いのが進みます。おー、どうしよう。あ、リーさんいなくなっちゃった。そこをどこにしよう。3ついけるならその方がいいと思います。あ、タコドレさんパチパチしてくれてありがとう。あれ、リーさんいなくなっちゃった。リーさんいないとなんか戦えなくなっちゃった。いや、まあそんなことないか。ちょっとどうやってやってみるか。リーさん使ってみようかな。遠征中のオペレーターだからオカミさんのティフォンちゃん使えないんだ。あれ、ザクさんもそうだ、持ってたんだ。買わせてもらおう。私たちにお任せください。どこに向かえばまとめてかかってきやがれ。黒だから白か。戦のための歌、悲しみを紡ぐ歌。
心して背中を預けていいよ。貫く。絶好のチャンスだ。貫く。今ゾロいなかった。あ、ヤマさんの声がね、確かゾロの声と一緒だったと思う。私に巡って戦場に積もる恨みはいつか知らん。シモちゃん、了解しました。みんな、私に続け。頼みは何だ。私の庭からとっとと出て行け。貫く。クニアさん来てくれてありがとうございます。コンブシャコンブシャ、今サイドストーリーを進めているところです。来てくれてありがとう。階級の術万物を一連に収むるはシャシャ楽々の境地にこそあれ。貫く。お、生きたんじゃね。獲物に余計な苦しみを負わせずに仕留めたみたいだな。よしよし、うん、よくやったぞ。温かいものでも飲んで一休みしようか。ティホンちゃんって声ちっちゃくて可愛いよね。あ、クニチパチパチありがとう。キューちゃんさんパチパチありがとう。ナイスクリーありがとう。クニアさん、アルチさんもバチバチありがとう。キノコさんもナイスありがとう。さあ続けて、あとちょっとでもらえるんじゃない。あと1回さクリアしたらもらえる、もしかしてね。え、行く、行くでござる。行くでござる。え、どんなとこだ。2つのゴールがありますよ。なるほど、はいはい。さて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 、リンさんがいらっしゃるので、リンさんお借りします。これ余裕でいけますね。ロボちゃん、ボボちゃん、ドラボちゃんに出会えそう。またおじこれのおじが出てきたわ。行くでござる。スキップしてもいいでござるか。スキップするでござるよ。客層の佐賀は驚くべき実力を見せた。それだけではなく、彼女は読めないの言葉を理解できるようだった。ラバーは困惑したが、それでも佐賀と共に戦場を片付けると、街角にひっそりと佇む寂れた質屋を訪れた。牧寮ありがとう。音楽出発する。何色だ、何色が来る。あ、白ね、白。白だと地面に黒。これ以上は進ませません。白か。いや、だってことは黒がいい。戦のための歌、悲しみを紡ぐ歌。待って、私たちにお任せくださいね。どこに向かう。まとめてかかってきやがれ。まずいでござる、まずいでござる。あ、オッケー。ちょっと待って、もう一回やるわ。じゃあ、喉打ち、ちょっともう一回やる。撤退だ。我が輩が援護するから
怪我しないように気をつけな。さっき飛ばしたストーリーでボブボーじゃ12くらいやられてる。あるそうじゃない。やめて、そんなこと言うのやめて。ちょ待って、私は完璧にクリアしたいので、ちょっともう一回やります。もう一回貸してね、リンさん、もう一回貸してね。行動開始します。これ以上は進ませません。次もなんか白だったね。確か私たちにお任せください。ええ、ここに、こっち向け。この時よりアッキーだ。ここで分からせて。なんか来た。みんな、私に続け。黒だから、黒は。トイバルちゃん。やつらを震え上がらせてやろうぜ。黒だから白か。戦っている時は眠らない。設備、砂に沈み。当時未だ報い。安心して背中を預けていいよ。狙う。貫く。関係ねえ。あ、なんだっけ。ほーとだよ。え、どこ、誰誰がやるんだ。いつまで待てる。この松井丸を相手に。気分は良くなった。決断を下す先に沈黙を破った。ちょ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 、どこに向かえばよろしいでしょう。まとめてかかってきて。ここにいたのね。待って待って、ちゃん早く逃げた方がいいですよ。もう一回もう一回、ちょっと待って、あっちゃんさってくれてありがとう。申し訳ありません、ドーベルマン先生。もう一回、あとね、あと1回だけクリアできたらもらえるんだけど。ヤクさん来てくれてありがとう。こんばんは。順調に行ってた。何がいけないんだ。リンさん貸してください。頑張れ頑張る。待って、出発する。なんかしよう。電話しますよ。オラオラ。どこに向かえ。こっち向け。この時より秋だ。背中を預けていいよ。階級の上標目を削除すれば艦長倫理たり。はーい、ここが僕のホームだよ。ドクターはきっと僕らを勝利に導いてくれ。え、どういうこと。え、なんで。
階級の凶悪を削除すれば艦長倫理たり。どっちが獲物かここで分からせてやる。階級の実設力砂に沈みて装置未だ報いず。頼みは何だ。先に沈黙を破った臆病者だ。しました。いつまでもこの松井丸を相手にしようとはいい度胸だな。はあ、やっぱな。続け、惜しかった。うん、せっかくね、あともうちょいだったね。よし、少女を連れて逃げたウィーはどうにかクルースとの合流に成功。一方サガ、レイ、ラバの3人はしばらく質屋に隠れていた。どうやら天使のレイは何かをしている様子だった。一緒に置いとってくれるの、ありがとう。一人でも逃せた。キッチャーさん、作戦は成功とは言えない。本当だよ。ビーグル、次も頑張ろうね。ちょっと待って、もう一回 やろっかな。クリアしたいよね。あ、キューちゃんさんパチパチ、カイトさんパチパチ、ありがとう。デブジョーさんもありがとう。あ、ザクさん、ザクさんのリンちゃんか。え、消えた、開いた。え、あれ、ザクさんのリンちゃん消えたよ。ありがとう、ありがとう、ありがとう。サポート更新したからか。あ、いた、使わせていただきます。行くか、行くか、できるかな。白、白、あれ、これ新しいとこじゃね。違う、これ新しいとこじゃね。あれ、これ違う。ちょっと分からん。ちょっと今やってみるか。いや、同じとこ、さっきと一緒。え、ちゃうわ。血で血を洗う争いに計り事、まあ、いいか。古来より変わらない、白だから。白でしょ。これ以上は進ませません。のための歌、悲しみを紡ぐ。ウォーニングアップ、ここまでだ。あ、でもこれ打ったらダメだよ。あ、まあ、いっか。まだ分かんなかった。先期ということで爆竹でも反転ができる。どうだよ、爆竹落ちたら色を反転できる。あ、なるほど、そういうことか。あ、じゃあここ白にしたかったら白にできる。私に巡ってきた万物を一元に収むるは、
シャシャ楽々の境地にこそあれ。絶好のチャンスだ。痛みも僕が消してあげるよ。消して、絶対まずい、まずいぞ。どうしようか。白だから、はい、聞いてるよ。ここにいたのね。この身は何だ。戦に積もる恨みはいつか散らぬ。ことだよ。出てくると思ったんだよいしょ。横向きで前進してくる。本当だよ。狙ってあ、まずいなこれ。なんかダメそうな気がする。生き残った以上負けたことにはなりません。そうだよ、生き残ってるから負けたことにはならないんだ。こっち行くわ。こっちちょっとミスった。さっきのところ行きます。出発の時間ですよ。準備はいいですか。だから悩ましいわね。あはー、黒だから白。これ以上は進ませません。肉サバの匂いがするぜ。兄さん、銃で見てくれ。すごいよ。この時に、アキラ。ええ、ここに。ウォーニングアップ、ここまでだ。完璧じゃないとダメなんだよ。よし、ちょっともう一回頑張ろう。悲しい。スキルランク、これで合ってんのかな。頑張れ。ありがとう。竜ゴリゴリ置いてった方がいい感じな気がする。あ、そっか、竜いっぱい置く。ちょっと行きますわ。ちょっと頑張って行きますわ。はあ、
って何なの？入る。みんなの命より大事なものはないよ。安全に気をつけてね。加減はしますよ。みんな眠いんじゃない？おバカさんたち、僕が相手だよ。戦のための歌、悲しみを紡ぐ歌。私に巡って戦場に積もる恨みはいつか知らん。交換額に家を置いておこうか。絶対破れない。はーい、起きて遊ぼう。あ、家がいなくなってる。階級の上設立機、砂に沈みて創始未だ報い。ヤマさん、スキルが切れてる。ここにいます。マジで？ウォーミングアップ、ここまで。ありがとう。ドクター、よし、不用意に目立つことはやめましょう。ありがとう、やったわ。クニエさん、ナイス、ありがとう。キューちゃんさん、ありがとう。よかった、キューちゃんさん、オモカミさん、ティフォンさん、高みの機密。よかった、取れた、これで、これで、待って、イベントへ。待って、イベントへ。カバちゃん、取れたね。おい、誰だよ。ノックもせずに入ってくるなんて。なんだ、
ドクターか。なんでこんな格好してるかって？ああ、訓練場でもう一回自分の限界を試そうと思ってな。見に来るか、ドクター。カワちゃんゲットできた。よかった。ありがとうございます。アキノコさん、初めてありがとう。あ、嬉しいね。欲しかったね。山中で手紙もらえんの。でも全部は多分私さ、まだクリアできないと思うから。ラバちゃんをね、ゲットすることが目的だったから私嬉しいわ。ありがとう。じゃ次も越してみるか。頑張って。難しいかもしれないけど、戦いし、手紙で、あ、そうなんだ。リンちゃん、リンちゃんじゃない、リンちゃんじゃない、ラバちゃん。三十いけるかな。どうだろう。リン S2 の竜は術師でスキルでバインドできるので試しにどうぞ。術師ってどこ？でもオッケー。こっちか。これ術なの？術師のリンちゃんこっち？あれ？これって術師やなかったっけ？待って、これ回復だよね。これが術、これは回復、これも一応術師。いまいちちょっとまだ分かってない。リンさん自体はいつもの、あ、これ補助か、補助の入れの。あ、なるほどなるほど。よし、ではやりましょうか。リンはスキルによって召喚する竜が変わるんや。あー、スキルってさ、あ、ごめん、これじゃねえや。あ、召喚師になってたら、は？召喚師？え、スキルってどこ？スキルによって性能変化、4体配置可能自動回復。ほうほう、ほう。1日ダメージを与える。これによって違うんだね。いつ変えれるのか。よいしょ。では参りましょう。いけるでしょうか。先ほどダメだったけど、今日はなんかこれをさ、やったら終わりそうなぐらい。全員、俺が守ってみせる。俺が守ってみせる。ちょ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 、待て、ちょ待て。加減はしますよ。のための歌、悲しみをウォーミングアップ、ここまで誰の声、誰の声だったんだろう。聞いてるよ。凶悪を削除すれば艦長倫理たり。ここに置きましょう。あれ、え、あれ、置けない。あ、どこに向かえばよろしいでしょうか。あー、辛いで。待って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 、ここにいたのね。あ、よかったよかった。ちょっと待って、もう怖いよ。マジや、各自配置につけ。狙ってー。なんかみんな起きる場所は限られてる。取り割れちゃった。あたり。いやいやいや、よかった。肉そばの匂いがするぜ。ここにいたのね。
階級の上で戦場に積もる恨みはいつか知らん。マガジン、あ貫く加減はしませんよ。ここにいたのね。マラソンしてました。悔しい。申し訳ありません、ドーベルマン先生。もう、ドーベルマン先生ここにありませんよ。あまりに抜けられるなら色のあるマスより手前に置くのも手かもね。なるほど、色のあるマスより手前か。スキルどんどん使える。あ、そっか、そうだ、押せばいいのか、スキル。ごめん。フフフ、タイプだからヤマさん届かない。一回敵詳細見た方がいい。獣の姿をした、なんか読めない。命名者は画家本に気性が荒く、アンズを好んで食べる。アンズを好んで食べるっていうことしか分かんない。無鉄砲だ。こうステータス、同属性のユニットのみブロックされる。あ、ブロックできないからか。ユニットのみ、同属性じゃないとダメってことが分かりました。まあはあ、アンズが好きっと。こいつにね、抜けられるんだって。鉱物確認、よし。鉱物確認できたわ。なるほどね。実は人の言葉を返しているんだって、クヒツム。群れる生き物らしく、はぐれると寂しさを感じるような。なんか敵が可愛いんだけど。ユニットにアンズは言わせないよ。ちょっと頑張っていきたいところですね。そのためのバンド連打ご利用しという手段が。靴ひんは癒し、可愛かった、寂しさを感じる。なんかそういうところで可愛さを感じる。要は目隠しの色がブロックしてるユニットの色と違ったら爆竹で使えと。あー、なるほど。ちょっともう一回やってみましょう。ヤクさん貸してね。クヒツムはこのイベのアイドル。可愛いってみんな言って。はあ。お前ら暴れる準備はできてるな。さっさと片付けようぜ。ヤマさんもヤマさんもヤマさん白だから。この時よりアキラ、どこに向かう。こっち向け。私に巡り草場に積もる恨みはいつか知らん。あ、そうだ、同じじゃないと止めれない。同じじゃないと止めれない。うんうん、聞いてるよ。ここにいたのね。あ、ヤマさん、傷も痛みも僕が消してあげるよ。各自配置につけ。ここにいたのね。
一時停止を活用しよう。あ、そっか。あ、ジーブリックさんも来てくれてありがとう。こぶしゃこぶしゃ。靴ひむ。開いた口は怖い。そうだね。一時停止すればいいんだ。そうだわ。この種たちをしっかり握ってて、そのまま走れ。絶対に振り返るな。レベル上げも必要になってきたかも。マジか。私が何とかする。あわ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 あ、難しい。いやでもなんかクリアしときたいけどね。ユニットちょっと見直すか。警戒を怠らないでください。あ、なんかドクター。もらえてる。やったぜ。レベル上げしないとちょっと難しいかもしれない。だん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 編成。レベルを上げたい。リフォンちゃんのレベルも上げたい。あ、バックスが38なのか。よいしょ。これはロドスはすごい撮影技術を持ってるんだぞって言いたいのか。あわ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 。身をもって体験してみないと経験とは述べないのでは。だってヤマさんのことは、ヤマさんのことはすごいあれしてるからね。バビルちゃん、マッターホン、さすがヤマさん。リンのスキル使ったときは、リュウも同時にスキル使うから、たくさん置きたい。あー、ちょっともう一回だけやってみていい？ダメだったらちょっと、また頑張るから。今日は多分それ一回やったら終わるわ。よいしょ、頑張りたいと思います。あのさ、完璧じゃなくてもいいんで、クリアしてみたい。クリアしたいところです。では参ります。みんなが一緒なら大丈夫だよ。わかる。加減はしますよ。なんかもうこの色変えといた方がいいです。ええ、こっち向け。戦のための歌、悲しみを紡ぐ歌。あ、ゆうさん負けないです。ゆうさん負けないです。私に巡ってきたのかな。階級の凶悪を削除すれば艦長倫理たり。治療してほしいやつは前に出ろ。ああ、間違えたわ。階級の上凶悪を削除すれば艦長倫理たり。階級の設置砂に沈みて創始未だ報いず。白だから続けれないでしょ。力を、うん、しっかりしろ。ちょっと切られてくる。おバカさんたち、僕が相手だよ。あ、待って待って待って、じゃあ2倍作りしてる。階級の施設に砂に沈みて少し未だ向くん。この盾いつでも行きます。待って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 、いつでも行きます。色変えればこんなダサいミスをするなんて。十字爆発する。2倍のスピードで入ってちょっと待って、あと5分ある、あと6分あるから、なんとかクリアだけしたい。時間あるときは安定するまで、あまり余っている演習チケットを使ってあげてください。
演習チケットどこで使えばいいんですか。演習チケット、あ、これか。あ、これでなんか演習してから行くみたいな感じ。クリアできるようになったら、ほう、ちょっとやってみよう。ありがとう、教えてくれて。私なんか演習チケットとか初めて使ったかも。血で血を洗う争いに計りほっと、古来より変わらないな。ママさんは絶対ここです。戦のための歌、悲しみを紡ぐ。こっち向け、こっち向け。リュウさん、リュウさん、ここでしょ。こっちに行けないの。ここにスポーツればいいんだ。じゃあ、ここ白い、ここだけ白い。痛みも僕が消してあげるよ。ビクトラに積もる恨みはいつか散らん。待って、はい、1です。白でしょ、白だから。黒じゃん、ここ。黒じゃねえか、やばい、どうしたらいいんや。2倍速ではダメ、びっくりするわ。ちょっと待って、ダメだ、これじゃないわ。私に巡る万物を一元に収めるわ。シャシャ楽楽の境地にこそあれ。私に巡るわり、奴らを震え上がらせてやろうぜ。あ、ここ白よ、もしかして白は。え、待って、あいつもだ、白。ちょっともう一回やろう、練習。アウト、アウト。いや、多分いずれ行けるはず。今日の時間内に行けるって私は信じてる。とりあえずブロック並べてた方がいいのか。ああ、とりあえずじゃあ全部ブロックにしといた方がいいってこと。右下にも竜を。行動開始してやってみよう、もう一回。総員、出発前に装備品のチェックを。そっか、全部竜を見かけない。これ以上は進ませません。戦のための歌、悲しみを紡ぐ歌。ええ、ここ熱射食ってねえのか。全力で来い。私に熱射する、砂に沈みて、創始未だ報いず。待って、
方に来た方向に来た。干渉倫理たり私の万物を一元に治むるはシャシャ楽々の境地にこそあれ。待って待って待って、いやそれ抜けていかないで。はい、油断してはいけません。今の目に技を使ってる。この纏丸を相手に強国を熟慮すれば官庁倫理たり。纏丸頑張れ、纏丸頑張れ、頑張れ。私に目万物を一元に治むるはシャシャ楽々の境地にこそあれ。はーい、ここが僕のホームだよ。階級の戦場に積もる裏にはいつか知らん。指示に従い体に違和感があったらすぐ教えてね。こっちから来れたっけ。あーちょっとまずいな。白白じゃないか。いつまでこのまとい丸を相手にしようとは。いい度胸だな。目隠し相手だと色ないとブロックができない。こんなダサいミスをするなんて。難しいから始めた手当たり。今日はちょっと無理そうなんで、あの次回どうだろうな。まあちょっとレベル上げ頑張ります。ありがとうございました。まあでも一応あのね、ラバちゃんゲットできたんで今日良かったです。皆さんありがとうございました。楽しかったですね。はい、ちょっとまとめに入っています。武者ちゃんはちょクリアできないと悔しい。皆さんね、今日もあの配信遊びに来てくれてありがとうございます。またアークナイツ配信ねしていきたいと思うんで、また遊びに来てね。目標達成ということで、一応ね目標はラバちゃんゲットだったから達成できたからよかった。おじこりもたくさん見れましたね。そう、村人っていうか町の人がさ全員同じ顔だったんだよね。おじさんの顔がみんな一緒だった。よかったよかった、ありがとう。では皆さんまた配信ね遊びに来てくれたら武者は喜びまするよ。あ、デブ長さん、デブ長さんもねずっと聞いててくれてありがとうございました。では皆さんまた遊びに来てね。おつ武者ありがとう。お疲れ様でした。クニエさんありがとう。おつ武者です。あ、デブ長さんおつ武者、シンさんおつ武者、こんにちは、おつむしゃ、カイトさんおつむしゃ、キュンちゃんさんおつむしゃ、ザックさんお疲れ様でした、ありがとう。大神さんおつむしゃ、キノコさんお疲れ様です。皆さん来てくれてありがとう、楽しかったです。おつむしゃでございました。